マトは強い日光が必要な野菜。この地下基地でよく育ったな。実はまだアキラくんにも教えていない秘密の菜園があるんだよ。ああ、言う機会がなかっただけだよ。仲間外れとかじゃないから、今度教えてあげるね。いや、それはいいんだが、さっきからマリアが神妙な顔をしているわ。何かあったのか？トマト苦手なの。好き嫌いは良くないな。よし、だったら私がマリアが美味しく食べられるトマト料理作って死んぜよう。トマトは各種ビタミンやカリウムなど栄養バランスに優れているほか、抗酸化作用を持つリコピンを多量に含んだ野菜だ。しっかり食べることだな。全然食べないイクスに言われると釈然としないのです。というかイクスさん、やけにトマトに詳しいですね。一般教養だろ。やっぱり赤いからかな。スメラギの重要データが集まるデータ施設、そこになら俺たちが探し求めるパスコードもあるはずだ。スメラギが秘匿するバタフライエフェクト。でもそれだけ大事な施設ならセキュリティも相当なものではないでしょうか。危険は承知の上だ。俺にはどうしても見つけなければならないものがある。アキラ君、アキラ君がそこまでして探すものが何なのか私にはわからないけど、でもどうか無理だけはしないでね。善処しよう。重要データが入ってそうな端末を見つけよう。ミッション
極めて高度な感情を理解することができたのですから。感情だと？
もともと私はありふれた量産型ヒューマノイドに過ぎませんでした。しかし機械でありながら偶然にもセプティマを発現させることができたため、お嬢様の目に留まり、秘書のロボットがセプティマ、それって僕と同じ。あの時の私のセプティマは芽生えたばかりの微弱なものでした。だが今は違う。コントラクト、お嬢様を手にかけたお前に対する復讐心、その感情が私のセプティマベクタードクロスを成長させた。この力で私はお嬢様の仇を討つ。来なさい甘いです、来なさい甘いです、来なさい。参ります、来なさい、来なさい、参ります、来なさい、来なさい、参ります、来なさい、来なさい、見切れますか。来なさい、参ります、来なさい、来なさい、甘いです、来なさい。ダメージ、危険的、スキルスタンド、トータルブラックアウト、お覚悟を食らいなさい、終わりです、来なさい、これなら来なさい、参ります、来なさい、見切れますか。君、行くぞ、ナナホ。オーケー、アキラ君。はっ。おやー。すごい。決めた。決まった。最強コンビネーション。そこです。来なさい。お嬢様。